真ん中がねえんだよ、どっちよ、どっちどっち、こっち、これこれか。いや、さあ、ブログの更新がないか忘れてると思った。忘れてるぐらいがちょうどよかったけどね。忘れたくても忘れないんだよ。はい、そう、新一もいるんだけどね。新一はね、はい、5分10分したらちょっと、そうですね、ちょっと用事があるんで、すぐ行かさないといけないんで。はい、はい、だった。お金払いにがらがらな。そうですね、あのライター代と、イラスト代と、ぜひ新店お越しいただいた方もらってください。次何やったっけ、何作った。今だから灰皿でしょ、灰皿、ライターでしょ、コースター、コースターでしょ、で釣り銭袋でしょ。まあ、あんな別に釣り銭やからあれやねんけど、でももらえるものですからね、お客様は。そうやな、あげたくなくてもあげなあかんもんな。そうですね、お釣りが出せれば、まあ全部もうあれやな、端数切ったろかな思ってますちょうどで19万9千円やったらもう9千円切ったろか思ってますわ。いいですね。え、いいよな、気持ちいいですね。まあな、それで行きましょう。それで行ったら損するのお前らやで。いや、売り上げもその分。なるほど、お願いします。はいはい。さあ、何でしょうね。今日も、今から1時間やっていきたいと思いますけども、はい、皆様どうぞ1時間お付き合いよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、それではやっていきましょう。クラブ直樹営業開始です。どうぞ。なくてもいいっつってんだよ。なんか呼び出されて怒ってるんですけど。あ、始まってる。はい、公開処刑になってる。あれなんですよ、ちやさき、髪切ったよね、しんちゃん。はい、お久しぶりです。髪切って、かわいいから、別に襟足なくてもいいんじゃないっていう話をしてたな、例えば。いや、セットの問題やんけ。笑わないでください、なくてもいいじゃんって言うたら笑わないでくださいよ。いや、だって襟足なくてもいいもん、あんま変わらんよ。女の子見、確かにちょっと女の子っぽくない。でもなんかこっち向いて、向くな。痛い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 。いや、なんかこっち向いてて、こっち向いたらイラッとしたから、もうこっち向こう向かって。もうあ、この前ね、豊島園行ってね、はい、あの彼、国体のね、水泳の選手なんですけど見たら、マジで早かった。ほんまで。いや、でも普通に泳いだだけですよ、ウォーミングアップで。あれで本気出したらもっと早い。本気が出したら多分僕呼吸できないです。どういうこと。もう体が全然もう1年以上経ってるんで、うん、疲れたっすね。直樹さんがの疲れ方と一緒っす。直樹さん、あのどういうこと、半分過ぎても疲れたっつって、なんかもうヘトヘトだったんですけど。いや、無理やったな。じゃあね、あれす、これ平泳ぎ途中でやめた理由はな、こうせなあかんやん、はい、な。でもこうした時に目開けてどれだけかなって確認したら、コンタクトが危ないわけよ。ああ、そうです。だから目開けられへんから、今度顔出してこうやってたらスピード遅くなるやん。ああ、もうこれつまらんと思って、ゴーグルしたらつまらん。ゴーグルせこいわ。本気ゴーグル、本気水着、本気ゴーグルで。なあ、お前着替えていったもんな、一回な。一回着替えましたよ、競泳用水着。競泳用水着としまへんを水野の。ああ、ほんまに。僕ね、あれなんですよ、平泳ぎとクロールの秒数が 50m ね、はい、秒数が3秒ぐらいしかないの。お、天才。クロールがめっちゃ遅くて平泳ぎが速かったっていう話。天才っすね。天才なんや。それ天才っす。僕あれいつやったかな、中学校の時にね、家庭教師の先生に教えてもらったのがね、平泳ぎ。家庭、何
今日これマジで家にプールあるんですか。ないねんけど家庭教師の先生が水泳の選手やったらしくって、家庭教師のお兄ちゃんからあの教えてもらったことで覚えてるのを平泳ぎの泳ぎ方だけ。これテスト出ました。出てないけど平泳ぎのテストの時に結果に出たから、なんか学校で4番目に速かった平泳ぎが。でもクロールはもうランキング外やった。すごいですね、スクール通わないで。そうやねん、そうやねん、そうやねん。だからこうやってな、こうやねんっていうその感じだけで俺多分受け取ったやろな。俺はクロールとかあれやもん、あの 40m 越したぐらいからブッハッハッってなるやつ。え、イケメンな直樹さんの呼吸で。俺あかんあかん、あのもうあかんねん、あの水中に入るともう使われへんから。いや、その水害まではできた。飛び込みとかめっちゃ綺麗にできるわけ。あ、飛び込み綺麗です。やろ、はい、見ちゃろ、はい、めっちゃ綺麗にできる自信やねん。だってもうそれ入ってからや、もう入ってからもう使い物ならへん。サメ取んない方がいいですね。まあね、ね、全然コメント読んでへんかった。うん、何ね、滑り台飛んだやつが、あーなんかある、あーおもろかったな。ムービー撮ったみんなで順番こで、いやムービーあの乗っけたろうかなと思ってんけど、なんかめんどくさくてやめた。あれ思った以上に楽しかったっすね。家庭教師のバイトとかしなかったの。あ、俺が、あ、ダメだね俺そういうの、あの教えんの下手くそやねん。教えられたら辛いなね、はい、俺妹とかに教えと勉強しとったけど、妹がすげえ覚え悪かったから、めっちゃ「お前何で分からんねんこれ」とか言っとったら、今泣くねんやんか。ほんなら勉強教えてんねん、俺おかんに怒られんねんやんか、はい、でもなんか2、3回教えてからもうあんた教えんでええわ言うて教えるのなくなった。めっちゃ想像できますわ。マジ、うん、マッチョは誰ってあれな、すごい通ったよな。ああそれか、なんかその時の日曜日がコンテストで、コンテスト、うん、前だったらしくて行ったのが、うん、でも仕上がっとったよ。仕上がってましたね。あのね、あれ最後に体焼き肉とったらええやん。あれ、えぐかったよな。マジもう腹筋とか腫れ上がってたもんな。いやあれボカンってね。なんかしんちゃん髪の毛ぺっちゃんこやねんって。もっと浮かさな。ヘアメしてないですけど、ワックスやっても持たないですよね。ぺちゃんこになっちゃうんですよ。で、つけ方やねん、ベタってつけるから。こう、こうやってるんですけど、別に今ここでお前の髪型の話してもしゃあないけど、はい、M の人なら直樹さんに教えてもらいたいかもねって。それ別に教えてもらうのが目的ちゃうやん。俺に怒られるのが目的やん。おかしなっとるな、それ。俺厳しいな。俺家庭教師、おかんがなんか呼ぶ言うて、はい、俺女の先生がいいって言ったら、おかんが全力でそれを阻止してきたの。それいつですか。中学と高校の間ぐらいかな。あかんって。え、その時はちょっともうそういう系あったんですか。どういう系。親からして、いやそれはダメだみたいな。ちょやっけ、先生が惚れちゃうみたいな。ちょや。いや、誰だってそうちゃうの。どうせ女の先生が来たら覚え、そう、何バカするよ。何の音。どうした。何これ。何の音。な照明のタイマーでない。もう終わっちゃうんですか。じゃあ照明インパルス板倉さん。あのそれね、マジや、超似てる。高校の時かな言われてたっすね。うわやっぱり言っちゃったからな。ラークさん、誘惑家庭教師しちゃいそう。どういうこと。俺がすんの、それとも俺がされるの。するんじゃないですか。いやでも俺なんかのそれ DVD 見すぎちゃうか。でもね、いや俺家庭教師女の先生欲しかったな。モチベーション上がるっすね。やし、あのそうな、しかも俺のところに来たそのなんか先生がモサいのよ。臭くはないですか。臭くはない。モサかって、なんかこう分かる、こう男としてなんかいろんな勉強を教えてくれたらええけど、なんか分かる、人生勉強とかさ、女のこととか教えてくれたらええやんか。
絶対モテへんやつやってんやんか。あ、わかるさ。でもなんか彼女俺言うとったけど、あんま期待できないです。名前も覚えてへんわ。誰やったな。俺に家庭教師してもらいたいよ。やめてとはええな。うん。女の先生だと勉強集中でき、あのね、男の子はね、好きな子ができたりそういうのがあったらね、いい点数取るの頑張るんですよ。いいかっこしいなんで。さあね、綺麗な先生に褒められたいっていう。M としてはかなり直樹もやばいよ。僕 S じゃないですよ。言うときますけど、僕 M ですから。らしいですね。うん。これみんな勘違いしてるんだよね。普段の僕のこのキャラから、いや M でもないか。どっちやろ。M を演技でする派。ああ。M を演技でするなら S じゃないですか。S だな。その性格の感じが。いやでもあれも好きなの。あかん、これおかしい話しちゃう。あれも好きなんて言えないことですか、あれって。なんかちょっとこれこの時間的にあかんよ。そんなもん。いつも一時しかもお前なんかさっきお前直樹さん好きなセクシー女優はって聞かれとったけど、そんなもん分からんわ、そんなもん。はあ、教科何が一番得意？数学。うん、頭良かったの俺めっちゃ良かったで、自分ではないけどめっちゃ良かった。ツンデレってこと？あーかもね。ツンデレっすか。直樹さんのアダルト番組いいじゃん。知らんぞ俺言うとくけど、もうなんかあの博士号取れる自信あんぞ。アダルト番組やったらなら M は S になれるでしょ。俺もそう思う。そうですね。だって M を知るからこそ S になれて、 S を知ってるから M にもなれるわけなんですよ。お前どっちなん？僕 S なんですけど、でも多分どっちもなんですね。え？何？なんか気持ち悪い。気持ち悪いでしょ。お前が S とか M だとどうでもええわ。なんかね、あれなんですよね、この前ね、鶴見イッサがね、はい、あの自分の店の子らの番組出たと。だからこう番組として進行的な問題がなんかやっぱりこう難しいよねと。なんか若い子らがみんな直樹の番組を見てるらしいと。そうですね。で、まあ、たまにちょこちょこね、言われるんですよ。直樹さんの番組を見てどうやって進行していくとか、どうやって番組としてやっていくかって勉強してるんですって言われんねんけど、なんか俺自分で振り返った時にさ、番組として俺の番組って成り立ってんのかなってすごい不安になってきて。僕もそうですね。どうしたらいいんだろうと思って。最後ひろきと二人だったんですけど、直樹さんいつもどんな感じでやってたって言ったら、いやオープニングとりあえず寝てたよねとか。あんまなんかパッとここないんですよね。いやだから、いや成り立ってんのかな。ただ単にさ、話し方とかを盗んでるのよ。直樹さんしかできない新婚より。あ、なるほどね。うん、新一よく見たら可愛い。ああえ、ありがとうございます。耳かきしてとか言ってきそう。正解。俺女の子にされて一番嬉しいのって、あのエッチなあんなこととかこんなことじゃなくて耳かきなので。あのね、先日ね、何日か前にね、あの桜雄志おるやん。はい、雄志とプール行こうか言うて、ぶっちゃけ男2人でプール行こうってなって、ほんでホテルニューオークラのプールに行ったものの、なんか結局もうやっぱりやめましょうよってなって、行ってその現場まで行ったのに結局やめたのよ。で今日どうするってなって、はい、だから楽は行こうやって言って、はい、楽は行って風呂入って、俺あの楽はの耳かきが好きで、あんねん、耳かき専門みたいなのが。そんな楽話の中に歌舞伎町にあるいやらしい感じじゃなくて、じゃないじゃなくてめちゃくちゃうまいのよ。なんか何センチかがツボらしいですね、耳の奥の。あ、そうなの、わかんないけど、なんかあの普通のあの耳かき、あの竹の耳かきやのうて、なんか細い金属の耳かきでなんかで最後シール貼られんねんけど、耳のマッサージとかされんねんけど、ちょっとそれ痛かったんけど、でもその耳かきが気持ちよくてさ、やってみたい。
もうたまらんかったね。もう有志にどうしてもこれやってくれと、むちゃくちゃ気持ちいいからって言って、やったら僕ね、こそばくて怖いんですよねって言ってたのに、いざやって終わったらめっちゃいいですね、やろうってハマりよったの。こんなん、ナクさん、あの歌舞伎町とかないんですかって言うから、いや、あると思うけどちょっとあの趣向が変わってくると思うって言って、そうですね、こっちの技術はないかもしれない、うん、あの違う方に気持ちも違う気持ちに変わるんじゃないかって。だからやめとけって、まだ8時やぞ。そうですね、お名前週の初め、いきなりそんな下話でやな。こんな感じなんですね、いつも。そうやで、俺いつも来ないの。いや、もうだから、その時、喋りたいことを喋ってるだけやねんか。耳かきされながら膝とか触るタイプ。だから、それされながらじゃん、膝を触るタイプと触らないタイプに、何、格別されるの。いや、触らない。俺はね、あれだわ。こう、さ、例えば、ちょっといい?ちょっといい?こうなってるやんか。はい、俺ね、こうしてる感じ。うわ、なに、うわ、なに、なんで俺ってやれなあかんの。べったりじゃないですか。何がやねん、捕まへんやんけ。似合わないそれ。待てよ、お前耳かきされ方にさ、似合うとか似合わへんとかあんの。いや、なされててこうっすよ、なんか俺こうしてる。鬱陶しい。で、なんで鬱陶しい。どうしたか言うな。可愛いですね、直樹さん。うん、いや、なんか俺多分あれやで、俺すごい子供よ。あ、でも分かる。俺、いや、お前分かると思うけど、俺甘えたやん。そうですね。そうです。僕らに甘えるとかじゃなく人に甘えるやん、俺。そうですね。あ、乾杯しなかった。乾杯。何？え、お前も飲む？いや、僕、そろそろ。あ、もう外で行かなかんな。行ってきよ。はい、頼むわ。ちょっと行きます。ありがとうございました。いらっしゃい、またお願いします。ちょっとリオに、今リオから何時までいますかって言うから、俺今あのニコナイトちょっと言ってて。わかりました。はい、しんちゃんはですね、仕事に行ってもらいました。あ、これ真ん中に持ってくのね。どっち、何、どれ、こうやって、これ動くよ、うんうんうん。もうちょっと下でもいいんちゃう。もうちょっと下向けてみ。てーって。あと1センチ。もう、一切動いてない。もう1センチ下。もう1センチ下。あ、オッケー。はい、オッケー。下だと文字に隠れる。あ、そういうことか。あ、文字に隠れるでごめんって、もう一回戻して1センチ。うん、ありがとう。次誰来るの。あのね、もう鶴見一茶がね、もうアピってくんのよ。お前、俺がおらんかったら番組面白くないやろとか。何がやねんと。で、俺今日はいけねえけど来週だったらいけんぞみたいな。別に呼んでないし言うて。いや、俺がおった方がええやんみたいな。なんかね、ちょっとね、彼こういうの好きになってきてるみたい。そう、ブレーキの人。だから多分来週か再来週にね、またイサ来るわ。で、そのまま多分ジンギスカンのコースやと思うんだけど。うん、久々に稲垣さんのシャムシェード聞きたい。シャムシェードなんか歌ったっけ。マジで、あ、今日歌おうか。じゃあ歌おうか。俺最近なんかよく歌ってる覚えがあるわ。何歌おうかな。ライブの君ね、かっこよかったね。俺見た、かっこよかったよね、ほんとに。うん、マジかっこよかったわ。ちょっと一曲歌おうか。なんか一人やしな。サツキ呼ぶ。3分の1赤い糸、3分の1歌ってないやつがいいな。今どうしよっか。ラストにしようよ。
うしようかな。これ何？ライターのギターすごかった、すごいやつだ。何？ご飯。君だけより直樹がかっこいい。そんなん言うたらあかん。テンション上がるだけやから。うわあ、もうこれ歌うってなったらいきなりこのコメントがザーッと。こんなもんお前ジュークボックスやねんか、全部歌えるか。何歌おっか。歌ったことのやつがいいんやったら。今とラスト2回歌っていいよ。どうしよっかな。このね、一人でやるときってこの選んでるとき喋られへんからね、すごく申し訳ないのよね。でもね、それはね、普通の人で、僕はね、選びながらでも喋るんですよ、僕は。それが直樹ですよ、いわゆる。どうしよう、でもなんか困ってきたな。こうなってくると歌う気なくなってくんねん。なんかほう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 、あえて女の歌。すごいね。なんかキャリキュベシークレット宇多田ヒカルかできてないやん。できてないな。なんかわからん歌もいっぱいある。キムタクのカリスマにはまだかなわないよ。そりゃそうでしょ、比べてあきませんよ、うん、あ、ダメ、もう歌う気なくなってもうた。もうあかんわ、歌う気なくなってもうた。なんか何喋るもんだったかな今日。あのね、お店がね、ちょっとオープンがずれそうなのよね、今内装とかがいろいろ。あのね、8月の8日オープン予定なんだけど、どうだろうな、間に合うかな。間に合ったらええねんけどな。88、まあだから8やねんけど、ちょっと8のマーク一瞬出して。誕生日をプレイすればいいじゃん。違うの、誕生日をグラウンドオープンにすんの。うん、初めてカラオケで歌った曲何やろ、覚えてないわ。そんな何歌ったの。初めて買った CD 僕覚えてます。あの涙のキス、サザンの。あ、それ歌おう。じゃあ涙のキス歌おう。知らんのんちゃうん、だってみんな涙のキスとか若い子らとか。うわ懐かしい。ジョイさん、あ、知ってんの。あ、そうなの、知ってんねや、みんな。すごいな、モノマネ付きでやってて絶対やらんからな、俺はそういうの。やらんて。戦力古いな言われてるわ。初めて勝った CD が知らない。今すぐは手見つめる素振りをしてみる。夏にたまってここを離れてしまう。なかなかいて夜が辛くても、雨に打たれた花のように。高いにもと分かり合えてたつもりも、夢
ここにイッサさんいたら絶対モノマネしながらパントマイムしてくれるように、うん、彼と一緒にしないでください。自分を汚そうや、あなたの都合で僕を変えないでください。はい、来年の歌うまこの歌で出よう。出ません。はい、そうやで、イッサさんはモノマネやるやん。イッサ派、もう僕の番組来なくて結構です。はい、あのね、イッサはね、なんちゅうのかな、似てるとか似てるサービス精神じゃないのよ。あれ、美味しいと思ってるからなのよ。で、ちゃんと俺が突っ込むの分かってるからやってるわけであって、さほどなのよね。はぁ、あ、え、髪の毛ピンって立ってんの、かわいい。どれ、これ、これ、これ、どれ、これね、鏡みたいでね、右と左、分からんのよね。わからん、もうええわ。直樹さんの歌中の目線好き。キムタク似てないし、分かっとるわ。え、らしいね。なんか俺の CM のマネをなんか3回ぐらいやったら、やってたって言って、それが受け良かったって言って、わざわざ報告してきた。なんか、みんなってどういうこと？は？どういうこと？何をどうするの？あ、そう。なんか別に俺そういうの別に嬉しくないけど。あのね、ちょっと CM 変えようか。もうな、もうファンタジーじゃないから、やめます、あのファンタジーの CM は。で、今クラブ直樹の、内装やってるんで、それが出来上がり次第やり直しましょう。はい、乞うご期待。直樹モノマネできないな。いや、できひんわけではないけど、やってって言われてやんのがすっげえ嫌なのよ。なんか恥ずかしい、恥ずかしいやろうな、多分。いや、俺のソロの CM なんかやっても意味ないよ。やっぱり従業員売っていってあげたし。でね、ワイプラに掲載するのが9月の15日かな。なんで、どし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 、店のことはね、プロフィールじゃないや、なんていうの、プレゼンっていうの、 PR していきます。はい、どこやったらできる、どこやったらできる、どういう意味、どこなんか、人に悪いけどね、どういう意味、ウィサさん、ナオキさん、シューマネシャー、ブランさん、ウエータマン、シューマネシャー、リンクしてる、ヨシューマネシャー、ホームページ作りません。あんまりないよね、ホームページ作らないっていうのがね。でも僕は今回もうホームページ作りません。なぜなら、だってみんなホームページとか見てないやろ。だってホストのホームページなの。見てないって。絶対見てないって。だってホームページの回数見るより多分ホストその見る回数の方が絶対多いもん。結局写真とかもそんな変わらんやんか。だったらホストそれでいいやと。直樹さん、ホストしたい人って紹介できるの？どういうこと？
て、うん、ノーセットで来て、ノーセットで来たらなんかあれよ、ほんまなんか猿がなんか温泉に浸かってた時みたいなのになるよ、うん、見てたよファンタジー、初めてお世話を見た時のマナー教えてください。なんかこの前もあったな、 CM? OK わかりました、一旦 CM 行きましょう。はい、そうするのが見ない、マジでどうしようかな、今から方面作ろうかな。まあいいや、じゃあ後々ね、初めのうちは作らない、ゆっくりちょっと中身も構想練って作りたいし、なんでちょっとそれは待っててください。はいはい、一度じゃあ CM に行ってほしいらしいんで CM 行きましょう、どうぞ。自分を変えたい全ての人へ、さあフェイトへおいで。Shaw Kaede. He made one decision. Decision is change also chance. Am I comfortable exhausting? I pose the question. Which are you?理由はそれホームページとか細すよりも僕がブログアップすればいいかなっていうことなんですよね。あ、ホームページあるのか、クラブ直樹で検索しちゃったよ。あ、ごめんなさい。直樹さんに憧れてる人がいて、直樹さんのお店で仕事してる人がいるんです、ぜひ紹介してください。これインスタグラム ID って書いてるけどさ、これLINE に変えといて、どっちも一緒やねんけど。ちょっと番組に直樹さん呼んで、呼ばれても行きません、行きません、絶対に行きません。はい、ブログ見てます、ありがとうございます。はい、直樹さん、ちょっとの番組出て断ります、すいません。キング、少女時代好き？嫌いじゃないけど、でも誰がどれか分かりません。はいはいはい、けどホスト甘くないぞ。そうですよ、甘くないですよ。はい、直樹さん紹介したいので LINE してもいいですか？してください。はい、蜂のロゴのステッカー作って車に貼るから。作ります。あ、ステッカーせや、作らなあかんわ、忘れてた。ちょっと待って、せや、それナイス、今ちょっと言うわ、新一に、新一にステッカー、ステッカー、ステッカー作らなの、ステッカー、ロゴステッカーも作ろう。よし、送った、完璧、ナイス。え、ヒードヘッドウェル、何これ、ヒードウェルかけてってどういうこと。ナオキさん、ホスト紹介したら同伴してくれる、どういうこと。いや、そういう交換条件なんであればしましょう。あ、ステッカーね、作る作る、うん、紹介の件に対して LINE 返事返してくれますか。もちろん、7万個ぐらい返すわ。ブログに直樹さんもっと載せて。最近ね、僕ね、もうなんか自撮りもね、同じ角度や同じ写真だから嫌になってきたのよね。なこれ、なこないのホームペ乗らないの、なに、なこないって何、 YouTube もないし、どういう意味、なこないって何、ハードウェル、ハードウェル、スペル違うんじゃないの。ステッカー販売しないの、遠い人のためにぜひお願いしたいです。ステッカーできたら、じゃあリスナーに名前かプレゼントしましょう。はい、初めてホストクラブに行くときのマナーを教えてください。マナーはですね、
初めてホストクラブに行くマナー、楽しく飲もう。でどんなことがあっても自分の責任ですよ。皆さん立派な大人なんでね、ホストが悪い、お客さんが悪いとかじゃなく、遊びは遊びとして、有意義に楽しんでください。あと飲みすぎない。何歳までホストできますか？少なからず僕今年33なんで、33までできるんじゃないですか。はい、直樹ホストの次何するん？どうしようか。もう多分年明けにはもうやめるよ、さらっと言うだけど壁ドン知ってる？あ、俺この壁ドンについてめっちゃ言いたかってん。で、壁ドンっておかしないか？あんなシチュエーションあるか？だって言うて、なんかイライラして喧嘩っぽい感じで、お前クラーってやったらまだわかるけどさ、お前あれないと思うわ俺。あの壁ドンだけはおかしいもん、距離。お酒飲めないけどホストいける？僕一滴も飲めないですよ。弟が来月20歳になります。働けますか？ LINE しても返事なくて。ちょっと待て、そんな LINE 来てへんわ。よう言うわ。壁ドン似合うよって。壁ドンなんかバレおもろいやん。床ドン、ああこれでええんかい。 壁ドンやる人おるって。あんなんででもほんまに壁ドンやっとったら逆に寒いけどな。ローションタワーやって、なかなかおもろいこと言うね。新店オープンするのにホストやめるんだ。そういうわけじゃない。ブレスこっち、これこれガーデル、ガーデルっていうやつですよ。俺に壁ドンされて妄想する女子たくさんいるよって。そんなん妄想できるか？ホスト辞めたら次のお仕事ある？なかったらどうするよ。やっちゃうやつ、床ドン、西郷ドンねえ鶴見さん床ドンしてた、どういうことやん。ホストはアルバイト？何でもいいよ。 LINE ちゃんと送りましたし電話もしましたけど。え、どういうこと？え、プレイヤーやめますね多分。怒った口調で壁ドンしてほしい。 M だらけやな。トーンしてほしい、どういうことや。ナイトチューブで働くってよ。まあだろうな。ちょっとキレてるやん紹介者、ね、ちょっと怒ってるね。でもそんな LINE と電話来た覚えがないのよね、うん、紹介料くれますか？いいですよ、うん、オラオラ区長で壁ドンされたら速攻シャンパンは、それカツアゲやんけ寝る時の格好は、僕寝る時ね T シャツにね、あとねパンパン一なんですけどね。僕直樹には M 賞が群がるよ。僕でも相手が M の子でも S に変えてあげれる自信ありますけどね。貯金いくらいくらいですか？分からない。どういうことや。男の件何しました？電話しました。弟の件だと聞いたことない。間違えてないか誰かに、うん、明日紹介の LINE しますね、待ってます。床トーンって分からない。プレイヤーやめたらお店ちょっとも来なくなるの？全然行きますよ。今日は何色のパンツですか？今日はね、なんかね、カラフルよ。パン、まあ、ズボンもカラフルやし、なんかパンツもカラフル。こんなん、わかる？これ、かわいいのこれ。ここポッケついた、ポッケ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 。よっしゃ。直樹は潔癖症、俺潔癖症、見せんでよろしい。悲鳴なぁ。まあ、考えるわ。あんまりまだ決めてない。痩せたよ。床に物置けないでしょ。床に物置けないでしょ、どういうことや。部屋綺麗よ。なんか今あれやね、
拾い始めてるね。CD 作ってるからいっぱい歌ってほしい。どういうこと？潔癖はどの程度？俺あれやねんな、あの男の人とこのペットボトルの回し飲みが苦手。それぐらい無理。森田剛言われたことあるね。あるし、三宅健も言われるし、もうよくわからん。亀梨言われることもあれば、赤西言われることもあるし、もうなんかどれかどれかわからへんわかな。帰宅後シャワーも浴びずにベッドに寝る男の人多い。ああ、許せないね。僕は帰ったらそこ風呂入るからね。こんなんならいいんか。どういうこと？あ、そういうことか。男の子と回し飲みできる女の子とはできんのかって。いや、抵抗あるんよ俺実は、うん、結構コメントも来るね。プールも温泉もダメかも。好きな人なら OK？ うーん、まあ OK なのかな。大丈夫じゃ大丈夫で、我慢したら誰でもできるけど、飲めるけど、誰でもできるけどっておかしい言い方になるから。こういう番組でな、ちょっと言葉間違えるとな、みんな違う方向に捉えるからな、で速攻いじめられんねんな。初恋いつやろ俺。幼稚園じゃないかな。幼稚園やった気するな。すごいな、先っぽにストロー入れてチューチューしたいって痛そう。超痛そう。あ、動物何が好き？犬。有志の番組、有志の番組8月からやったっけ？だって。知らない人が握ったおにぎり食べれる？なんかこんなん言われたらあれやわ、無理かなってなってくるけど。あんまり、あの直樹さんもいじめられんのって、みんないじめてくるやんコメントで。すぐ俺ナイーブやねんからよ。直樹さん今は香水何使ってる？俺何、今はっていうかずっと一緒よ。クロームってやつ。クローム、アザロのクローム。これクロームハーツちゃうよ。なんで緑なんて、これなんか CG 使うためやろ。なんかいろいろな、こちらも頑張って考えとんのよ。もっと新しく、もっとよくって考えてんねんけど、どれも微妙にちゃうねんな。惜しいねんな。あれ変えてみ、ロゴに。見ときや、今から俺のこれ背景変わんねんけど。こうなんのよ。こうなんねんけど、なんか俺が切り絵で貼られたみたいになれへん。今日俺これ白の服着てから余計。ちょっとこれ頭がさ、なんかヘルメットかぶってるみたい。あ、プロフィールに匂いフェチって書いて、何の匂いが好きなの？俺ね、あれ、もう清涼感あふれる匂いが好き。直樹カバーコレクションっていう CD 作ってるのがあって。どういうこと？中指と薬指出して動かしてください。これあかんやろ。このコメントを削除せ。うん、モンチッチみたいでしょ。うん、そうなのよ。8ホール内臓気になるやろ。そうなのよ、俺も気になんねん。シャネルのエゴイストか、まあ、それもいいけどね。バニラ系に、その人間に合ってる匂いだったらいいよ。あるやん、そういうの、なんか合ってるとか合ってない匂いとかさ。
スリが増えた。ディスリ増えた。ここがここで。そうか。なんかやっぱあれやな、一人やと笑いがなかなか生まれへんよな。それはこういうのをすると後で一切見よんねや。全然思わなかったわとか言い出すねんけど、いやそりゃ一人でうわーってやって突っ込んでボケて突っ込んでは違うからさ。考えたら一人しんどいな。どうしようかな、もう一切レギュラーにさせちゃおうかな。レギュラーにしよっか、鶴見さんを。どうしようかな。リスナーとして米拾ってもらうのが楽しいよ。あ、ほんと？でもね、なんかすごいコメントが多くてね、ちょっと拾いづらいね。うん、まあね、うん、一人しんどそうっしょ。鶴見さんは月一でいいだろうな。でみんなよく早いよね、打つの。それはもうすごい早いなって。ああ。また CM？ ちょっと俺も CM ライブ休憩するわ。あれじゃあ興味を覚めにしますか。興味を覚め？見納めにしよう今日。皆さん、本日がですねファンタジーの CM、直樹が出てやる CM 見納めです。ありがとうございました。どうぞ CM。マジわがままやな。ごめんね。何がごめんでかって他のね番組の子たちに申し訳ないから、ちゃんと今のは冗談です。見納めっていうことなんで、ちょっと横暴なことしましたけども、しっかりと他のお店の子たちだったり他の番組の CM を流したいと思います。それでは CM どうぞ。お前のことが好きやけん、きっと一緒にいるさ。本営と書いてマジなんだよ。お前の太陽に俺はなりたい。ダメかな。誰の女にもなるな。俺の女じゃない。プロポーズされたいならソウル。ワンドリンクフォートモロー。いっぱい飲んだ次の日って冴えないよね。せっかくの可愛い顔が台無しだよ。余分も内側から取らなきゃ。飲んでも綺麗を守る。飲むならセキュリティフィールベター。ああ、なんだ今のセキュリティフィールベターの CM。 棒読みか。もっとちゃんとやらせ。なんや今の。あいつら二人とも、ゆうすけも沢もほんま
ちゃんとやらせ。さあ、どうなの最近のこういうあの水商売事情っていうの。男も女もなんかもうしょうもないわ。もうなんかだんだんイライラしてきた。ほんまもっとなんかあるやろ。エンターテイナーたちよ、夢を見せるのかの言うてるけどやな、なんかもうつまらんわ。素人とプロの違いがわからん。言うたれ、リスナーもようけ見てたら、その言うたったらええねん。しょうもないんじゃお前ら言うて。なんか別に喋れるわけでもなく、特技があるわけでもなく、どいつもこいつも同じような髪型かっこしくされやがっても、っていうようなことは言っちゃいけないのよ、こういうとこで。ね、だからそういうのじゃないんですよ、本当に。はい、うん、なんていうのかな、おっさんおっさん落ち着きやで。いや、じゃあ僕は、あのあれですよ、今のはちょっと内なる思いなだけであって、別に 本音でも何でもないですよ。はい、実際のホストはどんな人が多い。わあ、なのな、何やろ、俺の特技、俺の特技はあれよ、その人間の性格を読むことよ。洞察力が俺の特技ですよ。ちょっと早い早いコメントが。どんなホストが許せない。はっきり言えます。数字が上がってたり、指名本数が来てんのを全部自分の力だと勘違いしてるやつです。売り上げが上がってるのはその人間の能力だと僕は全く思いません。お客様の力だと思います。はっきり言います。それはもちろんその女の子たちを引きつける才能なのかもしれないけども、売り上げの能力はその人間ではないと僕は思ってます。もちろんもっと言えばお客さんのおかげだし、ヘルプのおかげです。はい、裏っ引きするホストやろ。裏っ引きするホスト、ただプライドがないだけで別に悪いとは思わない。そこで利害関係が一致してるんだったら俺それはもう勝手にしたなと思うし、ただ嫌なだったら やらんかったらええわけやし、女の子もそういうダサい男であってほしくないと思うなら渡さなければいいほどだし、そんなのは別にいいと思う、うん、じゃあ遠まこに説教だな。どういうこと。 あいつ自分がって言ってから。でもあれで、誠は実際になったら多分ちゃんと言うてると思うで。あれ演技やからな、ほとんどあいつ。ん、誰か知らないけどナオキングにメールしたらしいよ。どういうことや。ホストの髪型帰りに言ってだいぶ変えたつもりやぞ俺。細ごてでくるくる巻いてチリチリするやつだって、どこのヘアメイクにも置いてなかったものをしたつもりやしな。だいぶ変えたつもりよ俺。ヘルプの素質も評価しないとね。でもね、ヘルプのね素質をね評価するのは店とかね、男のとか担当よりもね、多分お客様たちがねちゃんと評価してると思う。でそれを担当も店もねしっかり感謝せなあかんのよ、そのヘルプのおかげって。女の子たちヘルプのおかげでね、お店に通える状況もあるからね、実際。ナオキッキ、髪短。今更か。なんでみんなあの筋盛りとかすんねやろうな。全く理解できへんわ。知らんやろな、髪型を。お店行くって返事して、お店行くって返事してもそれに対して返事返さないホストどう思いますか。僕のことですか。できるホストとは何やろな。人それぞれ違うよね。あー俺今日ガラケー持ってきてない、家に置いてる、ごめんなさい。なんかどんどんホストの話になってきた。
え？ちょっと、ちょっと、だそういうぶっ込んだ質問やめようよ。エアのやり方どう思うとか、そんなん、それはそれでいいんじゃないですか。店店のやり方があるんで、僕はただ単にホストという個人に置き換えた時にもっとこうあるべきじゃないのかっていうのがあって、お店単位やったりグループ単位に対してはそのお店に対して否定する気はありませんよ。はい、ガラケーはどこもどこも、女の子らしいことサバサバしたこと違いですか。女の子らしい子の方がいいでしょうよ。はい、もうちょっと俺もこの話やめよ。なんかみんな突っ込んでくるからいっぱい、 ここぞとばかりにこいつだったら何でも言うてくれるやろみたいな、爆弾発言してくれるやろみたいな結構してきたつもりやけど、ラスト5分ぐらいか。じゃあ1曲歌って終わろうか。何？何歌えばいい？あと何分？ 3 分ぐらい？ 2 分？何？3分の1歌おうか。さっきから3分の1書いてあったから。これ高いねんな。ジョイサウンド言わんかった、言わんかった。あ、1回目だけな。言われるほど愛しても、つぶの一番伝わらない、ちんちょな感情は空回り、選びさえ言えないでいる魔法。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。